読みニュースチャンネル。川崎中一殺害仲間割れ。17歳少年2人、リーダーがやった。川崎中一殺害容疑、少年3人逮捕。容疑を否認。川崎市川崎区の多摩川河川敷で、私立中学1年の上村亮太さん13歳の遺体が見つかった事件で、神奈川県警は27日、いずれも同区に住む18歳の少年1人と17歳の少年2人を殺人容疑で逮捕し発表した。3人とも容疑を否認しているという。逮捕の3人の少年、遊び仲間の先輩格。発表によると、リーダー格とみられる自称無職の少年18歳は何も言いたくないと供述。自称無職の少年17歳と自称職人の少年17歳は共に自身の殺害への関与を否定した。一方、捜査関係者によると17歳の少年2人はやったのは18歳の少年だと説明しているという。県警によると、3人は共謀して20日午前2時頃、同区港町の多摩川河川敷で刃物を使って上村さんの首を突き刺すなどして殺害した疑いがある。死因は首の刺し傷などによる出血性ショックだった。県警は上村さんが亡くなる前に無料通信アプリ LINE を使ってやり取りしていた相手を特定。現場周辺の防犯カメラでは犯行時間頃に上村さんを含む4人が河川敷の方面に向かう姿を確認。時間を置いて戻ってきたのは上村さんを除く3人だった。上村さんが普段から遊び歩くなど行動を共にしていた少年グループの中で、逮捕された3人が事件に関与した疑いが浮上したという。上村さんは19日夜、母親と自宅で夕食をとった後に外出。20日午前6時過ぎに河川敷の草むらで遺体として見つかった。着衣や所持品はなく、近くでは血のついたカッターナイフの刃が見つかっていた。約700メートル離れた公園の公衆トイレでは、20日午前3時頃に衣服や靴が燃える火事が発生。別の防犯カメラには、公園に向かう3人の姿が映っており、県警は3人が証拠隠滅のため燃やしたと見ている。